あ、あ、久保さん。久保さん。ちょっともう飲んでおります。まあ今日はね、ちょっと商品販売終了なんで、最後ページ、ちょっと変えないといけないんで起き、起きてないといけない部分あるんで、あれですけど。まあ風呂入って、もうやること、もうメルマガも全部セットしてるんで、もうあとやることは、12時になったら、あのページを切り替えるっていうね、ちょっと細い作業があるんですけど、まあそれも秒で終わるんですけど、ね、ちょっと手動でやってるんで。 まあ、あと待つだけですって <laughs> いやまね、まあ、今回タイトルが、うん、あ、そう、久保さん撮ったんですよ。10月1日、僕誕生日になるんですけど、もう撮影して、もう編集して、今、編集して出力してるんですよ。あの10月1日に公開するね。まあ、それもテクノロジーを使って予約投稿できますから <laughs>、ね。テクノロジーを使って <laughs>、10月1日に予約投稿しときますんで、重大発表っていうね。 まあ今回は、あの、鹿児島から宗谷岬ですかね。うん、まあ、まあ、R34 をバックにして、まあ、ぼやいたりとか、まあ、ちょっと何本か、今日結構動画撮ったな、撮影したんで。まあ、お問い合わさもありましたし。うん。 多分まあ人生の中でまあ本当ね僕が良かったなと思うのがまあ結構もう本当に濃い思い出なんですけど多分ほとんどの人が経験しない車で自分の愛車と言われるまあ愛車に出会える確率もねどれぐらいあるのかわかんないですけどもなんだろうなまあ鹿児島からね北海道の最北端まで車で行くやっぱあの 青森の大間からフェリーに乗っけて、あのー、函館まで行って宗谷岬2回来ましたからね <laughs> 2回 <laughs> まあ函館から札幌札幌から宗谷岬宗谷岬から札幌札幌から北見北見から札幌札幌から宗谷岬みたいなね <laughs> もう北から、まあ、ほまあ車で唯一行ってない県があるとするならばおそらく 沖まあ沖縄ですね。沖縄だけ行ってないですけど、まあほぼ、多分全部行ったと思いますね。まあ寄ってない、よ、うんまあガンガン回ってるんで、まあその結構滞在時間の問題なんですけど、滞在時間は少なかったかもしれないですけど、まあ通過はしてるんで、まあ多分よ全部行ってると思います。車で。だからまあ、あのー、まあ、R34 今回手放すわけなんですけども、 うんまあ、走り切ったかなっていうところもありますからね。うん、十、十、十四万キロか。十七万ん六万キロぐらいの時、五万八千か六万キロぐらいの時買ったんですよ、あれ。で、今、二十三万キロなんですけど、なんで、二十三く六は、ちょっと、算数できないな。ちょっと、二十三く六。二十三く六やっていいですか 23、23 <laughs>、やばいですね、僕ね。23-106。17万キロっすよ。あ、結構乗りましたね、久保さん。17万キロ乗りましたよ。まあ、キットで17万キロ乗ることは多分ないと思うんですけど。<laughs> まあまあ乗りましたよね、17万は。だから、まあ、ぶっちゃけまあ、なんか寂しい思いはあるんだけど、17万キロも乗ったんで、まあ、 ねしかもねもう全国ほぼ回ってますから、うん、まあ乗り切ったかなってあんだけ乗ってね2000万で一応希望最低希望価格が2000万なんですけど17万キロ乗って2000万で売れたらもうもうすごい奇跡だなと思いますけどね <laughs> まあでも今カーセンサーでね今僕23万キロ23万 300キロぐらいなんですけど23万キロで2000万で出てるんでカーセンサーでね今、まあ、普通の車じゃないですね23万キロで2000万で出すってどんな車やねんっていうねもう本当に今3000万クラスだいぶだから本当に25年ルールがあーまあアメリカで25年ルールっていうのがあってその右ハンドル車をその輸入しちゃあんまダメだよみたいなそういう規制があるんですよ まあね、アメリカはアメリカの会社の車買ってほしいわけですから。で、その25年ルールがなくなって、規制があと3年ぐらいでな、なあのそれが規制解除されるんですけど、まあアメリカがワイルドスピードの発祥の地ですから、<laughs> もうワイルドスピードのおかげだなと思いますね。あれも20年ぐらいやってますからね。そう。とまあ奇跡ですよ。うん。 しかもね、久保さん、僕の R34 って V スペックなんですよね。V スペックっていうやつで、グレード高くて。しかも、あの、結構出回ってるのが2013年式、2012年式、えじゃあ、まあ、平成13年、平成12とか多いんですよ。だけど僕、平成14年の最後の年に作られた車なんですよね。 一応3、4の中でも。で、V スペックなんで。これね、出回ってないんですよ、ほとんど。<laughs> で、今3000万ぐらいつけてるやつが、まあ、まあ、走行距離はあれですけど、3000万ぐらいしてるんで。まあ、状態はね、結構、逆に結構乗ってるんで、メンテナンスはめっちゃしてるんですよ。だから、調子はすごくいいんですよね。 もうオイル交換は本当にまめに3 0 0 0キロ前にもう毎回交換してるんでエンジンすこぶる調子ですから20万キロ乗った車まあタイミングベルトも交換してますし全然乗れますねうんまあ,あの唯一言うならばタービンですかねタービンはまあ新品に交換して5年ぐらい経ってるんでまあタービン新品に交換すればもう全然多分も,もしかオーバーホールすれば もう全然もうすげえフィーリングになると思いますけど。だからその車検が150万くらいした時にタービン交換したんですけど、もうタービン交換した時もうすご感動しましたね。めちゃめちゃすごいやんみたいな。もうレスポンス半端なくて、すげえなーみたいな。うん。そう。だからまあ、本当にあっという間に終わりますけども、やっぱ日々やってきたことっていうのがすごく まあ振り返ってみると、大事なのかなっていう、どれぐらいやってきたのかっていう、だこの久保さん、多分、億万長者合宿も多分ね、すごいやりましたねっていう、すげえ、まあ、死ぬ前にいい思い出になると思うんですよね。多分、このやり取りできるのは、日本の中で僕たちだけでじゃないですか、久保さん、おそらく。ね、だからどうしたんで、ま傍から見たらね、だからどうしたのって言われるかもしれないですけども、まあ、久保さんと僕の中では、 あ、すげえやったねみたいな、いい思い出になると思うし。<laughs> まあまあ、マジで本当に、ここまでやりとりできるのは、久保さんと僕しかいないと思うんで。そうっすよね。多分いないっすよね <laughs>。絶対いない。うん。だから、まあ僕もなんか、久保さんっていう,う、なんだまあ僕は久保さんのね、初期も知ってますけども、まさかね、こんなやりとり将来すると思わなかったし、あの当時ね。 まあ僕はあのね久保さんのコメントを読み上げてた裏方でしたから投資 <laughs> はなんか人生何があるか分かんないですねだから R34 も本当にこんなに値上がりするなんていうのは誰も思わなかったんじゃないですかさすがにだから僕もね怖いんですよねまあ本当にそのちょっとブログでも書いたんですけど上がりすぎてるんでなんかねそこら辺全国行ってねく 車止めて、ね、外国人の方になんか、こう、ね、外国で欲しいわけですから、なんかボコボコにされるとかね、<laughs> リスクが高まりすぎたっていうのもあるので、うん、ロスカットじゃないですけど、うん、まあまあ、ぶっちゃけまあ、寂しい思いはあるけども、乗り切ったなっていう、だからそれも、r ルさんよもも本当に、まあ、濃くね。 共に過ごしたし、まあ、いろんな思い出あるし、もうめっちゃ走ったし、まあそれで2000万で売れれば、もう本当にもう、俺、僕的にはね、まあもうちょっと置いとけば、もっと高く売れるかもしれないですけど、まあ僕的に、十分かなとは思いますね。まだ回転見つかってないですけど、多分、まあ見つかるとは思うんで僕は。うん。まあ本当に物がなくなりますから。で、あとはやっぱ、僕は今回手放しますけど、 まあ、R34 オーナーは、まあ、久保さんもね、きっと手放すってことは考えられないだろうし、その、やっぱ、オーナーさんは、本当に愛車精神すげえあるんで、手放、一生手放さない。だから、物出てこないと思うんですよね、絶対。で、しかも価値も上がってるし、うーんだ僕もまあ、本当にそれを、まあ、ちょっとは昔思ってったね、借金返の時や思ってたりとか、ちょいちょい思ってたけど、本気で、 手放すっていうのは、もうここ直近ですから、最終決を決めたのは。やっぱ新車で欲しい車も出てきたっていう、これもタイミングで、まああと年齢的なタイミングっすよね。あと1年で40っていうタイミングで、まあ僕のタイミングの中で、うん、この,あの BM、新車で買おうと思ってるんですよね、BMM4 のかぶり用のオープンカーになるんですけど。 で、コンベディションっていうね。あの、新車価格が税込みで1400万か。で、オプション入れたりとかしたら、まあ、あと整備して、いろんなね、入れたりとかしたら、まあ、1700、1800万の乗り出しになるんじゃないかなと思いますけど。まあ、2000万でもし売れたら、まあ、お釣り来るんで、全然払えるし。うん。まあ、人生において、まあ、よだからまあ、 新車で注文すると8ヶ月ぐらいかかる。もうディーラーさんにもね、言ってるし。うん。まあ、売れてないけど、売れる前提でちょっと話ですけど。<laughs> まあ、8ヶ月ぐらいかかるらしいですね。まあ、コロナもありますし。そまあ、それでね、まあ、あの、新車届いたら、ちょっと久保さんのとこ行きますし、ちょっとオープンカーでなんか、一緒になんか、話せればいいんじゃないかなと。うん。そう。最新のテクノロジーを詰まった車。 久保さんにも乗っていただきたいですし、うん、R34 手放して吉田に何の車手に入れたんだみたいなね <laughs>、うん、やっぱ最後死ぬ前に僕はオープンカー乗りたいなと思ってたのはあるんで、うん、うまあまあなんかありますね生きてるといろいろとでもこれもなんかねあの億万長者合宿のやり取りでまあありましたけど はっきり言ってね、なんかいいとこだけ切り取る人もいるかもしれないですけど、それ相当やってますからね、単純に <laughs>。で、たぶん、まあ、R34 に関しては、まあ、単純にラッキーパンチな部分もあるんだけども、うん、でもその R34 を手に入れられた理由も、前の会社で僕が、もう会社泊まり込みして、なんだ、もうずっと缶詰食って、カップラーメン食って、 ね、そんな生活しながらなんか、まあ、ゴーストライターやってましたけど、まあ、それで3000万ぐらい売り上げ上,上げたっていうあれがなかったら、まあ、この車なかったんでうん、まあ、あ,の時ちょうあ,あの時の思い出もねいまだに鮮明に覚えてますからねもう,もう本当にひ会社一人でね佐藤の,のご飯と缶詰と、まあ、カップラーメンも食ってましたけどそれで34個のプロモーション一人で回すみたいな <laughs> 動画編集も一人でやってましたから。 もうおにぎおですよ。マジおにぎおセールスレターも全部もちろん一人だし、ステップメールも一人だし、まあ、一ヶ月で4つぐらいのプロモーションを同時並行で回すっていうね。おにぎおっていう <laughs>。あれはね、あのー、濃かったっすね。うん、だからもうめちゃめちゃやったなって、昨日のことのように、いまだに、もう何年前だあれ。あれから結構経ちますよね。多分なんだ。もう10年ぐらい経つんじゃないかな。10年 ?28? 10年ぐらい経ちますね。10年前のことなんだけど、昨日のことのように思い出せるって、濃いですよね。<laughs> どう考えても。でもこれ多分ね、まあその、だらだら生きるというか、うーん、なんかその、何もなくぼーっと生きてたら、そんなに鮮明に思い出すっていうことはできないんじゃないかなと思うんですよね。うん。 僕も本当に自信を持って言えますけど、まあ僕より頑張ってる人ももちろんいるし、僕よりやってる人ももちろんいるし、あれなんですけど、まあ100歩譲ってお客さんよりかやってますから。<laughs> まあ今もそうですけど。それは自信ありますね。うん。まあ久保さんもまあそこは言えると思いますけどね。<laughs> 熟成さんより多分発信してますよね。<laughs> うん。なんかマインドがモチベーションがとかね。 なんかまあ言ってる人に比べたらまあ相当やってると思うんですけどうんまあやった方がいいと思いますよ本当にやらないよりやった方が僕はいいんじゃないかなとだから人生にこう最終的に後悔僕は今後悔ないので本当とにまあ久保さんもそうだと思いますけど別にまあ明日死んでも別にまや,やったなみたいな話で 結構もう日々やってるんで、うん、まあ仕事以外もプライベートもね、まああの、自由にやってますし、うん、まあ他の人よりちょっと動画の量が多いんでね、吉永さん、寝てますかみたいに言われてますけど、言われることもあるんだけど、僕、8時間ぐらい寝てますからね、普通に。<laughs> 普通に。普通に8時間寝てるから、うーん。 まあ今日はちょっとまあ販売日っていうのも、販売終了日っていうのもありますし、あ、ブログ書いてるな。まあちょっとブログ書いてないんで <laughs>、ブログちょっと今から書きますけど、まあそれも20分15分で終わるんで、うん、やった方がいいと思いますけどね。うん。まあやってよかったなって本当に思えますね、僕は。 うん、本当に自信を持って誰に何と言われようと自分自身に納得できるというか、うんまあ、これからも納得できる、うん、かまあ高橋がなりさんがね確認みたいなこと言ってましたけど納得できる日々を送るっていううんそう。 結構この積み重ねかなと思いますけどね。日々一日、納得した一日を送ってるかどうかっていうのは、うーん、結構大事かなっていう。まあね、久保さんの動画も別にもうちょっと飲んでるし、撮らなくてもいいんだけども、ね、なんか来たんで、久保さんは今寝てると思いますけど、久保さんの方が早いんだよね、朝。朝2時に起き、朝2時って言うんですよ夜じゃないかみたいなね。 二次置きって、二次置き早すぎるだろ、みたいな。久保さん。二次置きってなんやねんみたいなね、すごいですよね。普通じゃないですよね。2時から稼働っていう。うん。まあ僕はさすがに2次はないですね。この前3時ありましたけど、2時は今までもちょっとないですね。2時は。 <laughs> この前3時に起きて稼働しましたけど結構しんどかったですね一日 <laughs> なんか、うん、めちゃめちゃ一日が長すぎてだって朝3時稼働でしょ本当に長かったですねなんか長く感じましたけど、うん、まあどこを切り取っていただいてもいいですけどまあ少なくともあの切り取れてないところも たの方が多い僕の歴史は。久保さんは、久保さんは僕はああの、なんかね、僕がありがたいのが、多くの人が見れないその、サポートしてお客さんの,その一番底辺を、僕は初動から見れてるので、何やってきたとかね。まあ、ほとんどの人は、うまく、まあ、僕も商品販売してるんで、まあ、うまくいって結果が出た。 あ人と対談したりとかしますから、まあ、あ、そうだ、明日も対談入ってるんだ。明日もちょっと対談入ってるんですけど、うん、なんか会社つ、なんか設立したらしいんですよ。で、それで記念でちょっと、音声対談しましょうっつって、明日9時だな。まあ、9時は余裕で遅れるな。うん、そう。まあでも、そのね、会社設立した明日の方も、 あの最初もう全然わ右も左も分かんないっていう状況から情報を発信してまあ復縁の発信してるんですけど去年2,500万ぐらいですかね上げてますから <laughs> うんただまあなんだうんその人の書道も知ってるしだから氷山の この目,見え目にほとんどの人が見えないところからサポートしてるので、久保さんもそうだと思いますけど、安春くんなんかね、破門 <laughs> してる時期とかね、知らない人いるだろうし、だそこからやっぱ成長を見てるっていうのを見,見てると、やっぱ、うーん、変わろうと思えば変われるなと、僕は思いますし、思うから、まあこれからも言い続けるし、変われるよと。変わりたいんだったら変われるよと。 でも変わりたいと思わなければ変われないよっていう話なんだけどでも変われるとうんうはいということでこういう人生を送っていきましょうはいいってらっしゃい